新チャンネルの陣でございます。今日は昨日出したブランズ&ブランセルの性能予想の動画ありましたよね、そちらの方でまあいつものことなんですけどね、かなりね訂正箇所がありましたので、そちらを修正しながら、再度動画を上げたいと思います。訂正箇所を教えてくれたウィステリアさん、ありがとうございました。では早速ですがスタート。はい、ということで、韓国版の方でね見ていきましょうか。こちらのブブゼラ、ブブゼラじゃないね、ブランズ&ブランセルというキャラでございますね。覚醒の方を見ていきましょう。この子たち2人の双子のね兄弟のようですね。まあ見た目、私男の子かと思ったら彼女たちですね、女の子2人の姉妹のようです。このキャラクター韓国版で驚異的な強さを持って1年以上も活躍したキャラと言われている話は聞いております。まあ一つ言っておくのは攻撃型のキャラクター、まあ最強のアタッカーと呼ばれていたようです。排出率もめちゃくちゃ低かったらしいです。1体手に入れるために10枚以上を課金したという人もいるらしいので、早速ですがどんな驚異なパワーを持っているかご紹介していきましょう。ではこちらを見てください。満足스러운결과로먼저놀아볼까우리는여기까지가자고まずパッシュからいきましょう。攻撃時2回攻撃し、自分に全てのダメージに対するダメージ無効化が5回与えられます。さらにヒットポイント以上のダメージを受けた場合、3ターンの間狂気効果が与えられます。狂気効果というのはヒットポイント1で耐え 100% の確率で攻撃を避けて状態異常及び反射ダメージに対する免疫が不要と。スキル1、怪力の暴動。110秒かかりますね。敵3人に攻撃力の 160% の物理ダメージを2回与えます。敵3人ですね。さらに貫通効果が適用され、対象が倒れた時連鎖攻撃が発動されます。連鎖攻撃、効果発動時スキルをもう一度使用し最大1回のみ発動しますと。スキル2、85秒、敵4人に攻撃力 150% の物理ダメージを2回与えます。さらに敵の魔法型英雄の回数バフを2回減少させます。最後に覚醒スキル、敵4人に攻撃力の 150% の物理ダメージを2回与えます。さらに貫通効果が適用され、対象の弾性バフに対して3ターンを減少させます。はい、ということで、もう一度おさらいしていきましょうか。パッシブからいきましょうか。攻撃時2回攻撃し、自分に全てのダメージに対するダメージ無効化が5体与えられます。まあいわゆる免疫とか回数免疫系の効果が無効でも入っていると。まあこれはまあ当然入ってくるでしょう。もうこれは絶対入ってくると思う。さらにヒットポイントのダメージ、ヒットポイント以上のダメージを受けた場合、3ターンの間狂気効果が与えられます。つまり瀕死の状況下になった時、この狂気効果というものが発動します。狂気効果っていうのはヒットポイント1で耐えます。まあこれはいつもね、セブンナイスでもありましたよね。アイリーンとか、ヒットポイント1で耐え。しかし耐えるだけじゃない。100% の確率で攻撃を避けて、状態異常及び反射ダメージに対する免疫が不要という形をとっております。この免疫が何ターン、3ターンか。3ターン与えられているんですよね。ただ今ね、どうなんだろうな。ターンを結構削るために、韓国ではなく日本の場合、光のセット装備っていうのがあるじゃないですか。そうなるとこの3ターンって結構短いような気がするんですよね。はっきり言って暴走効果とあまり変わらない、あまり変わらないんですが、まあこのヒットポイント1で耐えるっていうのが少しだけクレミスのヒットポイントの回復も使えるっていうことになりますよね。僕はねちょっとこの辺は相当調整加えてくると思うんですよね。タカの場合はまあ暴走という形になってますが、この狂気効果、
まあ状態上反射ダメージにというよりももしかしたら下手こきますよ。例えば男性のバフゲンの免疫とか、要は今タカとかの下とかで2ターン減少で、イングリッドの覚醒スキル使ったら3ターン減少、そのターン減少の免疫、そんなのつけてくるかもしんないね、この狂気効果の間に。そうしたら脅威だよ。3ターンの間は絶対的に狂気効果が与えられる。これどうだろうね、あり得るかもしれませんよね皆さんね。ちょっとそういうの来たら面白いよね。プラスアルファなんか来るとしたら、もう最近免疫効果を何ターンか、例えば感電なり石化を防ぐみたいのはもうアリーナで使用するキャラクターにくっついてくることはもうないね、ないね。もうボス戦なりに使うキャラクターたちはそういうのがたまにちょろって出てくるけど、もうアリーナで使うキャラクターに対してそういう免疫効果がついてるものはほぼないと覚悟した方がいいっすね。ではスキル1見ていきましょう。敵3人に攻撃力の 160% の物理ダメージを2回与えます。さらに貫通効果が適用され、対象が倒れた時連鎖攻撃が発動されます。連鎖攻撃というのは効果発動時スキルをもう一度使用し最大1回のみ発動しますということですね。ちょっとねこの連鎖攻撃っていうのはタカとちょっと似てますよね。今タカの逆襲ですね、風の刃、こちらが出した後さらにスキルが発動しているの同じ状況下を作り出すということなんじゃないかね。ただ一回このスキルを使っちゃうと2個一気に使っちゃうでしょ。となるとね、回ってくる順番が遅いよね結構。で一つ気になったのは敵3人に対しての攻撃力、今週ナタが覚醒しましたよね。で3人の攻撃に対してダメージ減少 100% の効果を6ターンの間与えますというのはパッシブに入ってます。つまりね、ある意味このナタっていうのはこのブブと一緒に使ってくれという形のアリーナ仕様のキャラなんじゃないかななんて思っております。だからある意味三つ子もうええわだからこの攻撃力が 160% 相当驚異的になると思う。なのでナタとセット組で使っていくっていう感じになるんじゃないかな、これはね。でプラスアルファここにタカを加えるでしょ。そしたら逆襲も込みだ、一度に2回バーンバーンっていうスキルの発動がさらに増えるということになってますね。これはね強いわ。だって当時タカにはそれが韓国版ではついてませんから、逆襲の刃というのが、それがこの部分には韓国版でついていたとなったらそりゃね強いでしょ。1回のこの攻撃で2回もスキル発動するなんて、対象が倒れた時に、いやー連鎖攻撃はすごいな。ただどうでしょうかね、これに関してはレベルアップによって攻撃力が上限変わってくるよっていうのが絶対出てくるでしょうね。はい、それはあると思います。脅威なスキルになっているので、ではスキル2見ていきましょうか。敵4人に攻撃力 150% の物理ダメージを2回与えます。さらに敵の魔法型英雄の、回数のバフを2回減少させますということで、まあ今回は全ての敵っていうスキルを持ったキャラクターではなく3人攻撃と4人攻撃という形になっていましたね。こっちは魔法型に対しての回数バフを2回減少させるっていうね、魔法型をさらに落とし入れるような形になってきたんですけど、これはね魔法ではないような気がするんだよね相手に対して。俺ね万能タイプをさらに追い込む形のものか、ある意味ここで出てくる同じ種族なんだけど攻撃タイプの回数バフを2回減少させる、やっぱね攻撃ばっかりがアリーナでね使えるような状況下になって他のタイプが全然出てこれない。防御型を潰して回復型も潰しました、支援型ね。こうなった現状、魔法と万能と、攻撃タイプしかいないけど、今アリーナで使われてるキャラほとんどタカといい、イングリッドといい攻撃タイプが多い。
まあここにブーブーも投入していったらさらに攻撃タイプが増えるんだけど、まあ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 、あーでも難しいな。さらに万能系のカグラを潰しに行くっていう形でもこれもあるのかななんて思いつつ、多分今回潰してくるキャラっていうのは確実にイングリッドだと思うんですよね。まあ潰しに行かずにイングリッドに変わるキャラクターにもうブブを完全にしてしまうのかもしれない。だからイングリッドについていた味方に配置ですね、配置の変更のスキルを名義持ってたんだけど、こちらをね、もう出せることはねえか、ここまでする必要性はないよね。かさらにエリスを追い込むような形のスキルなんかついてきたらちょっと面白いななんて思ってます。はい、では最後覚醒スキル見ていきましょうか。敵4人に攻撃力 150% の物理ダメージを2回与えます。さらに貫通効果が適用され、対象の男性バフに対して3段を減少させるということですね。まあこの男性バフ減3段っていうのはあるじゃないかな。ただ最近の傾向を見てると覚醒スキルがこれだけで済むってことは絶対ありえない。ですね、覚醒スキル、もしかしたらこのパッシブの狂気効果をもう一回行うことを可能にするみたいなパッシブになったらどうでしょう。パッシブではないね、覚醒スキルになったらどうでしょう。まあ一回狂気効果が発動しました、でもう1ポイント1、なかなか生きていられないかもしれない。でもさらに覚醒スキルを耐え切って3ターン超えた後の状態でも、もう一回発動することができるみたいな覚醒スキル、そんなの脅威すぎだろう。耐久でも使えるもんな、そうしたら。ないってどういった形かな。イングリッドをね、僕潰すという形を取るんだったら弱点攻撃率や攻撃力が 70% 上昇するんですよね。だからそっちを減少する、弱点攻撃率や攻撃力を減少する一発になるみたいな形になったらいいのかな。ちょっとかなり難しいね。ただ単にイングリッドっていうのは耐久力が低い、もうそこだけだもんね。狙い目はで、カグラとかで潰してたんだけど、もしかしたらそうしたらブブに呪い的なもの、そういったスキルつけちゃう。そうしたら今カグラ現役でやれてるっていうのも、やっぱ呪いの効果恐るべしっていうのもあるんで、そういったスキルをつけていくっていうのも一つの手なのかもしれませんね。それではまとめていきましょう。まあ韓国版のこの状態で来てもまあ驚異的だと思うんですけど、ちょっとね、タカに似てるような感じだと思いませんか。逆襲という形でスキル1があったり、まあ暴走ではないけど狂気効果1ポイント1で避けて、攻撃を避けながら状態異常、まあ暴走にちょっと似てるなっていうのもあるんですが、タカを取るかブブを取るかっていう感じにもなっちゃうんで、まあこっそりスキルは変えてくるんじゃないかと思いますが、韓国だけでもなく日本でもアタッカーとしてもしかしたら年末まで使えるようなアタッカーになってしまうかもしれませんね。いやーちょっと楽しみにしていきましょう。来週のアップデートは24日運営さんからもね、少しずつですがアップデートに関してブログがね更新されております。まあね、まだまだちょっと何とも言いません。今日はねちょっとブブの紹介をさせていただきました。非常に楽しみだね。大型アップデートでそっちのスキルの方も楽しみなんだけど、実際はこのキャラクターたちがどんな活躍を見せてくれるか非常に楽しみです。今ねちょっとねギルド戦もねアリーナもね混沌としてきてしまいますね。バグの事情とかで、まずはバグを直してください。そしてブブの性能、韓国版と引きを取らないような驚異的なキャラクターで出てきてくれることを願っております。もちろんあとね排出量をねそんなにね低くしないでほしいね。みんなに手が届くようなね排出率で来てほしいなと思っております。もしよかったらグッチャンネル登録していってください。では皆さんバイバイ、ありがとうございました。